今日、小4息子が大好きな親友と見に行きました。とっても面白かったって言ってました。親友と見たことでこの映画は特別な思い出になったと思います。次はお父さんとお母さんと一緒にもう一回見に行きたいとおかわり要求されています。わー嬉しい。何回見てもいいですから。そうですね、確かになんか自分の大切にしている親友とかと見に行くとよりなんか深いもので結ばれそうというか、うん、なんかもう本当いろんなところで思い出に刻まれてますよね。初めての映画だったり、なんか本当にその二人にとって忘れられない思い出になったような気がして、うん、帰り2回は肩組んだろうねこれは確かによろしくな、よろしくな、これなのって言うのは、あ、いいな、心配より仲良くなれるし、もしかしてちょっと仲がね、なんか何かのきっかけで仲違いしている友達がいたら一緒に見に行ったら間違いない、絶対もう一回仲良くなれるし、で、これ親子ってのもまたいいんですよ。そうなんですよね、3回はね、見に行く、3回見に行く、誰と見に行くかっていうところそう、それもありますから、違ってくるもんね。